ではこれでしばらくは戦況を維持できると。はい、その間に体制を立て直すのが良いかと。そうか、そんなやり方もあるのか。カルルに乗されたのがよほど答えたのか、随分と素直になったというか。あそこにいるのはエルルとこの間の子か。エルルが恥ずかしがっている少女の背を押してる。デリ様、お茶を。ん？なあ、すまん。いえ、そんな。こちらこそ。ほう、こいつ。ハコールさんもどうぞ。ああ、ありがとう。ただいま。戻ったか。疲れました。こら、重いから乗っかるな。頬をすり寄せるな。息を吹きかけるな、耳たぶかむな。でしたら何をしたらいいんですの？何もしないでくれ、頼むから。エルル、お茶を。おい。疲れただろう。茶でもどうだ。おい、そのお茶は。あら、いただきますわ。こんなところにいたのか。みんなで虫の声を聞いてたの。こんなところで寒くはないか。ムックルさんが暖かいから大丈夫です。そうか。静かだと思ったら寝てるのか。後で何か羽織るものを持ってこよう。みんなで一緒にいてやってくれ。うん、はい。さて、ここにいたのか。ん？貴様にどうしても聞きたいことが。いや、頼みがある。なんだ？です。実は、だな。その、あの女は、お前の女か？あの女？ああ、カルラのことか。違う。向こうの茂みの中に爛々と輝く目が。ああ、そうだな。
です。そうか。それが何か。あの女、カルラを俺に譲ってくれ。頼む。この戦が終わったら、望みのものは何でも譲ろう。ああ、そこまで言うなら。いや、そういったものでどうこうできる問題ではない。ですから、とはいえ、ものでどうこうしたんだよな、自分は。そうか。しかし、なぜそんなことを。俺は、ずっと一人だった。誰も俺を理解してくれなかった。あのカトゥマウですら。だが、あんな風に殴られたのは初めてだ。それに、名前が似ているからかもしれないが、どことなく雰囲気が生き別れた姉上に似ているのだ。まるで正反対なのにな。だから、その姉上本人だ。聞かせてほしいんですが、その姉上とはどんな人だったんです？姉上か。姉上は美しく、しとやかで、優しくて、可憐な。嘘はいかんぞ。どうした？いえ。どこからともなく拳大の石が。姉上は俺の理想であり憧れだ。姉上以上の女性などこれまでに見たことがない。それは美化しすぎ。これからどうなさるおつもりですか？さて、どうしたらいいものか。皆さん、もう随分と疲れています。ああ、もうこれ以上何とか戦況を盛り返すだけの決め手が欲しいところだが、こんな場合、直接親玉の首を狙うのが手っ取り早いんだから。城に忍び込めるわけでもなし、そう簡単にはいかんだろう。忍び込めますわよ。何？城への抜き道なら知ってますもの。あの城はね、地下の湖から大量の水を汲み上げてるの。本当か？なら、なぜもっと早く知らせなかった？こちらにもいろいろとありますのよ。いろいろ？いろいろはいろいろですわ。まあいい。しかしその話が本当なら、形勢逆転どころの話ではないぞ。でもいくつか問題がありますの。狭い水路を通るから少人数でしか行けないこと。出る場所は敵の中。これをどうにかしないと取り囲まれて終わり。ならば総攻撃を仕掛け、これをおとりとして城内が手薄になったところを送り込んだ精鋭で将の首を取ればいい。
デリホーライ。ですが、そのような戦術は一度しか使えません。総攻撃を仕掛けたとなれば、その被害はかなりのもの。策に失敗すれば、陣の立て直しはできず、そのまま総崩れになるでしょう。もし、やけになっての玉砕覚悟なら、考え直した方がいいでしょうな。違う。もう皆の体力も限界に来ている。もうこれ以上は持たないだろう。そしてこの勝機、逃してしまえばもはや我らに勝ち目はない。辛く苦しい戦いになるだろう。だがこれで最後だ。これに勝利し、我らは自由を手に入れる。皆が求めている自由を。いい顔になったな。何？ならば、もう何も言うことはない。お前は自分の信じる道を行くがいい。ハクオロ、貴様は、貴様は一体。私は私だ。それ以外、何者でもない。本当に、本当に申し訳ありません。気にするな。それ、これを持っていけ。中に食料とわずかばかりだが、ロギンが入っている。ここからずっと先のトゥスクルという国へ行きなさい。そこならあなたたちを受け入れてくれますわ。ありがとうございます。このご恩決して忘れません。ほら、お前もお礼を言いなさい。全員か。なぜ逃がした。今は一人でも多くの戦力が必要。そう言ったのは貴様だが。理由なんかいりますの？言われた通り、兵糧を全部出しました。何だと？どういうつもりだ？
宴を開くに決まってますわ。みんな、デリホーライ様がみんなのため、明日のために振る舞ってくだされた。さあ、飲め、食え、歌って踊るぞ。カミュ、楽を鳴らします。ユズハ様は歌を。はい。アルル、お料理を運ぶのを手伝って。うん。それがしは何をしたら。では一緒に踊りましょう。いや、それがしは。さあ行きますわよ。少し前まで怯えすすり泣いていた連中が、死ぬかもしれない戦を前に、覚悟を決めた後に悩んでも意味がない。そういうことだ。俺は今まで何を。そら、グッと行け。ではそろそろ始まった頃か。それにしても地下にこんな湖があるとはな。この先に王宮への抜け道があるというのか。しかしだとしたらなぜ見張りの兵がいない。そうそう、言い忘れてましたわ。ん？ここって見張りがいないのはそれなりに理由がありますね。キー！あ！なんだこいつは。今のは焦ったぞ。ここに住み着いているアナキママウですわ。お気をつけなさいませ。それを早く言え。出口はあそこか。みんな、行くぞ。
さん。
このま胸に刻んでいくといい。
の先か。よし、行くぞ。待て。その前にどうしても聞いておきたい。お前たち何者だ。なぜこうも我々に手を貸す。自分たちをアンクアムと言ったが、そんなものでないことは分かっている。そろそろ本当のことを聞かせてもらおう。いや、今の我々はアンクアムだ。貴様、とある女性にお前たち、いやデリホーライ、お前に力を貸してやってくれと頼まれたんでな。とある女性、まさかその人は。私が話せるのはここまでだ。待て、その人の名は。行くぞ、もう時間がない。待て、待ってくれ。